はい、それではパイレーツ・オブ・カリビアンの解説を始めていきたいと思います。はい、このパイレーツ・オブ・カリビアンの楽曲はですね、まあ、もう様々な編曲のバージョンがあるんですけれども、今回はオーケストラで一番演奏機会が多いとされるテッド・リケッツ版のメドレー版の楽曲を解説していきたいと思います。はい、早速ベースパートの解説から始めます。はい、で著作権上この本動画ではちょっと楽譜をお見せすることができませんので、お手数をお書きするんですけれども、お手元にパート譜を置いた状態でご覧いただきますようお願いします。はい、早速、冒頭なんですけれども、最初は10小節間休みがあります。はい、で5小節目からチェロのソロが入りますので、まあ、入るタイミングは問題ないと思います。はい、そして、初めの準備拍子が11小節目のピッチカットだけ続きまして、次が21小節目から4分の3拍子になって、少し、テンポは遅くなります。はい、で入るタイミングはですね、もう映画を見ておられる方なら分かると思いますけれども、1拍目にバイオリンでかソロが入メロディーが入ってきますので、それを聴いていれば分かると思います。はい、で最初の22小節目からのこのボーイングでダウンから入るかアップから入るかでもこれも判断が分かれるんですけれども、例えば、比較的テンポが早めの設定であるのであれば、最初のデーをアップから入っていただいて、で今最後に伸ばしたこのベーをもう全てダウンに終わるという形を取っていただいても構いませんし、あるいは少しかなりテンポがゆっくり の設定であれば、逆にダウンから入っていただいて、このベーをこのアップから途中で仮目をするというふうに、あとアップから仮目をするという方法で終わっていただいても構いません。はい、そして4分の4拍子が 2拍子、2小節続いたところで、次4分の3拍子で少しテンポが速くなります。はい、で、テンポが速くなるといっても、あまりここでかなりアレグロとか、ビバーチェぐらいに速くなるということは滅多にありませんので、最初の31小節目からこの8分の刻み、これがあまり速くなりすぎないように、よく何がしなのか、このテンポがどんどん前に転がっていってしまうということが起こりますのでね、それだけ注意していただきたいと思います。しっかりインテンポで、ここはまだメロディーは始まってませんので、この3小節間をしっかり、刻むということで、意識していただきたいと思います。はい、そして四分音符になりました34小節目以降はもうそのまま、ボーイングはもうダウンからのいい順でいっていただいて構いません。はい、でそれ以降なんですけれども、37小節目の3拍目、この8分音符がですね、逆読みになってしまうんですけれども、そのまま、例えば、もうそのまま、34小節目からのこのダウンからの読み順でいっていただいて、で40小節目のもう最後のデーがダウンで終わりますので、ここでもう一回ダウンで弾き直して、でここでのダウンからの16分音符を弾いていただきたいと思います。はい、でその次の2拍目と3拍目 の2拍目の裏拍なんですけど、裏拍はアップから入っていただいて、はい、でテヌートが書いてある3拍目 の8分音符のパーを少し長めにするためにここはダウンで演奏します。はい、で次の42小節目の、形はもう全てダウンアップダウンからのもう意味順で、2つのフレーズを弾いていただきたいと思います。はい、そして次の43小節目以降で、ここも、最初は意味順ですね。はい、で次の45小節目がですね、ここだけ少し、ボイムを変えまして、ここで、最初の F をダウンで、フレッシュポンプの F をダウンで弾いて、で、もう一度この2拍目の裏拍のゲーをダウンで弾き直します。はい、でそしてで そうするとその次の 46小節目ですね、46小節目のこのボイングの帳尻が合うという形となります。
はい、そして次の47小節目に、まあ、楽譜上の説明書いてあるんですけれども、でこれはどういう意味かをします、示しますと、下の音域ですね、まあ、今弾きますと、このフレーズあるんですけれども、この5弦の音域が出てくる部分になります。で、ここは低い音、この下の音符は任意ということで、本来でしたらディビージという形で、皆さん解釈すると思うんですけれども、ここの下の音符はもう弾いても弾かなくてもどちらでも構いませんという、そういうふうに捉えていただきたいと思います。すなわち4弦だけの編成というのであれば、全員上の音を弾いていただいても構いませんし、あるいは5弦でも上のパートを弾いていただいても構わないということになりますので、この辺はもう全て、プレイヤーの任意というふうに、捉えていただけたらと思います。はい、でそので指示が部分はその後も随所に出てきますので、それをもう、同時に見ていただけたらと思います。はい、そしてで52小節目ですね、中盤のパートが小さい音符で書かれているんですけれども、これが、これも、もちろん中盤があればそれは弾かなくても構わないんですけれども、もし用意ができなければ、代わりにベースが中盤のパートを弾いていただいても構いません。はい、で56小節目から再び演奏を始めまして、で、ここのボーイングなんですけれども、この59小節目で、ここはダウンアップアップというふうに捉えていきまして、ここだけダウンアップアップというふうに演奏します。はい、そして60小節目以降はもうそのまま、ダウンからの弓順で弾いていただいて構いません。でその後ですね、63小節目はあらかじめ印刷されたボーイングが書かれていますので、その部分はもう必ずそのボーイングに確実に弾いていただきたいと思います。はい、でそれ以降68小節目以降も4分の3拍子で、ここも説明書きがあると思いますけれども、あと5弦の音域はもう4弦はもう当然弾けられませんから、もう上を弾かないといけないんですけれども、5弦の方でももう上を弾きたければ上のパートを弾いていただいても構いません。はい、今日は一旦ここまでとさせていただきます。はい、で先ほども申し上げましたけれども、著作権の関係上この動画で楽譜をお見せすることができませんので、お手数をおかけするんですけれども、お手元にパート譜を置いてご覧いただきたいと思います。はい、1回目の解説は以上になります。ではまた次回。